はい、こんにちは、ビッグボーイです。メトロエクソダス続きやっていきます。現在の目標は、マップの右上の方にあるターミナルという場所に行って、他のね、仲間だとか、あとカティアと、あとその娘とかを乗せるための、客車、元井レールカーを入手してくる必要があると。で、その道中にね、いろいろね、あるみたいで、娘のテディベアを見つけてきてほしいだとか、で、あと、前回の最後に、この村人さんをね、悪党から助けてあげて、宝の場所を教えてくれたりだとかで、まあ、いろいろ、やることがあるので、その辺を順番に、巡っていこう。うわぁ、なんかすげえのいる。ここ、ボートが必要だな。あれ？待て待て待て。敵がいるじゃない、あそこも。どっか向こうから渡れるかな。宝がね、あの辺にあるようなんだが、俺は宝には目がない。どっか渡れる場所ないかな。一回戻ってボート持ってくる必要があるか、これ。ああ、それとも向こうから渡れそうに見えなくもない。が、やっぱりボート必要かな。ちょっとボート取ってくるか。いやー、暗いな。さてさて、ボートを。ボートで、あの小島の横の方に近づいて渡っていこうかな。ボートで突撃は多分よろしくないでしょう。おっとっとっと。待って、目の前になんかデーゲーのが泳いでんだけど。ちょっとあったあった。待て待て。あー、おい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 。逃げる。この辺でいいか。おい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 。だっ、おー、出た。うっそ、そんなことある。ええー、マジで？あ、今の確定死亡か、今の。マジか。いやー、参ったな。もう、パッパと右の方で、降りちゃわないと このオンボロボートごと破壊されて 死ぬ。早く、急げ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 。ちょっとライト消そう。で、こっち来てる？こっち来てる？こっち来てる？大丈夫か？よし。急げ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 。ああ、アノマリか。待って、これ、悪党が。ああ。これは悪党じゃないな。普通に ミュータントの声だな。てかもう夜が明けてきちゃうからね、バレやすくなるな、敵に。あ、反射、は、あれ、反射が消えた。怖いよ、あのマリ。怖いからセーブしよう。宝が欲しいんです、私は。おっと。すげえな、アノマリーの暴れっぷり。おお。
あ、待って、こっち来る。ああ結構広範囲に来る感じが。ごめんよ。さて、これ渡れる。まだ暗いから行ける。了解。だが私は宝が欲しい。これは動かしていいことがあるかな。お、あれ、ここ壊れている。ん、タンク、え、投げただけ。この辺敵いたはずなんだけど、寝てんのかな。寝ててくれ。あ、起きてるね。おっ、あっ、村人だった。ごめんなさい。てか、今、投げナイフ投げたつもりだったけど、カンカン投げちゃった。ごめんなさい。危害は加えません。普通に悪党だと思ってました。宝だけもらったらもう足早にどっか行くんで。ここかな？なんか宝というよりはただの民家。うん。ん？うん。あ、睡眠が取れる。ほうほうほう。ん？朝と夜と、これはなんだ？ああ。水筒か。まあ、時間はとりあえずいいや。なんか生産できるものあるかな。ナギナイフもう一本欲しいな。で、ヘビーストックか。これつけて、なんかどんどんリボルバーがリボルバーっぽくない形状になりつつあるが。というか、リボルバーにも4スコつくのか。あ、やばい、この武器。整備しないと。まあ、弾は大丈夫。よし。え、宝って以上なのか。ここの話をしていたんだよな。熱い。なんかさっきのこの小屋関係ありそうだな。よくわからん。さっきちょっとタンクみたいの拾ってポイッとしちゃったんだけど、ついには拾えなくなっちゃったんだよな。多分これを正常に直すことができればこっちのゲートが開くんだろうけど、今はどうにもなんないな。これ触れないし。
これも今回すものでもないようだし、殴るものでもないようだし、まさかさっきの殴ればいいとかじゃないよね。違うね。まあいいでしょう。なんだ、海の上のハテナは、ボートに乗るの怖いんだけど、ていうかさっきの村人消えた、どこかへ消えた。行くか。ああ怖えな。待って、やめてやめて、こっちに行きたい。あー、ちょっと、ちょっ、バカ者は、やめて、こんなところで治療キット消費したかね。いやー、ちょっと、この小屋っぽいな。あ、いた。いやあ、降りるか。なんかある？お、この人形はいらないかね。さすがに気色悪いか。わうわうわ、骨骨まみれ。ちょっと待ってよ、ここ汚染されてるな。ちょっと怪しいところだけど、日記ゲット。自殺、うわー、なんだ、なんか心拍音がすごいし、ここあんまり、あんまり長くいない方がいい場所だ。ここやっぱ放射能がちょっと強かったっぽい。あ、いた。あ、今なんか更新されたな。消えた。オッケー。いやー、こいつさテディベアを回収にまたボートに乗らんといけんが、またあいつに襲われちゃうぞ。そっち行かないで。いた。もうこのまんまどっか陸地行けないかな。無理だな、ここだけ完全に孤島だな。ここはもう入るのやめとこう。あ、待って待って待って、なんでこっち来んの、なんでこっち来んの。で、こっから早く出たい。ボート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 、うわ、どこでも移動するのか。あいつ、テディベアを回収しに行くのだ。これもうちょっとね、もうちょっとスピードが出てくれれば。ちょっと右に急いで急いで急いで、
その辺に寄せて降りよう。よし。テディベアか。あ、まだちょっと遠いな。あ、いかにもミュータントがたくさんいそうな。ミュータントじゃないか、人間か。夜に来たかったな。何？夜に来たかったな。建物に入っちゃえばいいか。これは、開かない、こっちからは。あそこか。いやー待ってよ、あ、頭が狙えないな。あ、下ってきた？あ、違うか。狙いにくいな。よし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 。なんだと？あれは誰だ？アルチョムです。よいしょ。お、いろいろついてる。明るいと本当見つかりやすいな。ちょっとこの、お、気分悪いな。うっ。ん、あ、あれか。おお、とととととと。うん、待てよ、これちょっと戻ろう。さて、一旦戻って寝て夜にしてまた戻ってきた。多分こっちの方がやりやすいでしょう。あとデコイとかも使っていこう。敵の配置が変わってたらちょっと困るけど。あ、向こう向いてる。え？マイナイフイズどこ？いや、こっち戻るか。てか、そうだ、ここ上登って、これ多分中入れるっしょ。よし。ちょっとライトは可能な限り消しておこう。敵だ。
ボス。あ、待って、ここじゃバレるな。よしよしよし、下っていこう。おお、どっから敵を減らしていこうかな。待ってよ、投げナイフが一本もないのはちょっと怖いな。作っとこう。あれ、待って、作れたっけ。あ、作れるわ。あれ、というかもしかして持ってた。あ、持ってたね。いや、足音がすげえ。死体がバレないかが心配だな。さてさて、あ、こっちに来た。見えてないのね。やっちゃおう。つけたらダメよ。よし。あ、勝手につけるんだこれ、敵が。ああ、もう一人いた。アタック。ん？なんだこれ。何のマークだこれ。おっ、嘘。え、さすがにそれは知らん。バレたか。あ、セーフ？お、バレてる。な、あれがベルに見えるわけないじゃん。待って待って待って、高いところに行こう。しゃあない。もう暗いからライトつけちゃう。お、え、あれ、今のアルチョム確実に死んでるが。あれ、どこ行った。まだいたよな。あ、いたいた、上か。あ、見失ったのかな。見失ってない。な、敵の挙動がよくわからんぞ。よし、
外にいたやつも倒しちゃいたいな。あ、いた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 。待って、あれはスナイパーか。待てよ、こんな時は。あ、いつの間にかコンペンセーター、サプレッサーもあった、ま、今はいいや。4スコつけて、あ、ダメか。よし、よし。まだ中にいる。ん？あ、いた。よし。いや、まさかのね、ベルのアイコンだったのは予想外すぎた。とりあえずこれで全員やったかな。ただ目的地はここではないんだよな。よし、そう、テディベアはまだ結構離れの方なわけなんだが、もういないね、さすがに敵は。装備戻しとこう。あとサプレッサーつけとこうかな。よし、レッドドットサイト。これって敵に見られたりするのかな。おっ、なんかこれまだ敵いそうな感じがプンプンするが、大丈夫？中入れんのかな。あ、なんでもないや。ジップラインが繋がってんな。ここはサブ拠点かな。よし、お、ん、この武器はなんだ。そろそろ武器変えてみてもいいかな。これはお、カラシニコフか。あ、色が違うだけ？なんだ？ちょっと作業を。整備はちゃんとしとこう。コストがね、結構かかるんだな。あ、こっち死んでるな。さて、テディベアも近いから回収しちゃおう。こっちの方だね。どっから渡っていける。あっとっと、ライトつけずに行くか。これ渡れんのかな。あ、大丈夫だね。ちょっとミュータントには喧嘩を売らずに。あ、渡れる。こんなところに本当にそんなぬいぐるみ
テディベアなんてある？お、お、ここは、およ、待って、汚染が。もしかしてこのエリアがダメなのかな。まだまだカウンターは大丈夫。あ、やばそうだな。見た感じやばそうだな。つけよう。あ、汚染が。こんな汚染強いところにぬいぐるみ。本当か。あ、村人？ちょ、多分大丈夫な人たちだよな。私は、ええ、どうも。あ？消してくれてありがとうよ。次にその忌まわしい機械をつけてみろ。どうなるか。そっか、この人ら嫌いだったもんな。機関車に乗ってきたんだろう。あんたにガン無視しちゃった。よし、じゃあちょっと時間が経過してるんで、この辺にしようかな。こっちからしたらもうあなたたちも十分異教徒だけど。ここでテディベアを回収して、あとはあのバッテンのまたちょっと右側にあるハテナのところも寄って、で、ターミナル。としよう。はい。じゃあ今回こんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。